鋼塚さんに刀を預けてる間に鬼が来ちゃったんですが、大丈夫でしたか？うん、これだって鋼塚さんが撃ってくれた刀だし。それにしても鋼塚さんは相変わらずだな。あれは一生治らないですね。ここで大正こそこそ噂話。鋼塚さんが風鈴を傘につけていたのは風鈴が大好きだからで、子供の頃は彼が癇癪を起こすたび、周りの大人たちは風鈴を鳴らしていたんですって。そうだったんだ。これ炭治郎さんに。そんなもので俺の機嫌が治ると思ったら大間違いだ。はいはいはい、子供扱いするな。はいはいはい。次回第4話、時藤くんありがとう。落ち着きました？だから俺は子供じゃ。はいはいはい。